今日は伏見に来ているんですけど、今から鳥星の本店でご飯を食べていきたいと思います。ここほんまは水汲めんねんけど、コロナの影響でやってへんな今。ちょっと人並んでそうやな。それでは行ってきます。で、箱物入れていただきまして、右奥のお席でお願いします、はい、ランチメニュー見ていきます。これが酒蔵弁当、弁当の中やったら一番豪華なやつやな。で、千姫御膳、10品の野菜が取れるヘルシーな御膳です。鶏飯定食、焼き鳥定食、鶏カツ定食、和風鶏カツ膳、梅肉おろし添え、鶏南蛮膳、塩辛おろしポン酢膳で、お昼の特別コース料理ですね、2500円で、これがランチ限定の飲み物で、次丼物を見ていきます。鶏飯、鶏飯、そぼろご飯、鶏カツ丼、親子丼で、お子様ランチで、これが麺類ですね、鶏ラーメンと冷やしぶっかけ鶏天うどんで、麺類にはミニ丼をつけれます。はい、次ドリンクメニュー紹介していきます。ビールとかサワーとかもあるねんけど、やっぱりここ来たら日本酒を飲むべきやと思う。日本酒の種類がブワーってあんねん、いっぱい。これな、一個一個の口当たりを教えてくれるし、で横にちゃんと説明書きで、飲むほどにキレのいい辛口のお酒とかちゃんと一品一品ね書いてあるんで、分かりやすくなってると思います。焼き鳥定食到着。やり方が多分見たら分かる思って、パスタ揚げともう一個醤油揚げとかなんかあるやん。鶏精うまかった大喜利で、腹いっぱいになったんで、今から十石船っていうのを乗りに行きます。桜のシーズンとかに撮りたかったんやけど、まあ、今のね時期でも新緑がめっちゃ綺麗やと思うから、船乗りながら撮影していきます。俺この店気になってんねん、ずっと。なんか行ってみたいなと思ってて。おでん専門店、名物ロールキャベツ。ちゃんとおでん入ってるやん、こん中。車で来てへんかったら日本酒飲みたいねんけど、また今度にしようか。月景館、大倉記念館、向こう。今やってへんのや、コロナの影響やね。これも張り紙出てるわ。当面の間臨時休業いたします。休館いたします。残念。
また今度来ます。ちょっと暑なってきたけど散歩するのも気持ちいいな。もう乗り場つくで、船の旗見えてるやろ。乗り場到着。今日はやってるんでしょうか。なあ、やってないかー。新緑で綺麗ね今。ああ乗りたかったな。残念。下まで降りてみようか、とりあえず。チュン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 。ほら。ホラーって何のホラーかよくわからんけど、雰囲気いいね。乗りたかったな。この船に乗って4、50分楽しめんね、景色を。で、今日この動画を撮ろうと思っててんけど、俺のリサーチ不足でこんな結果になった。で、今の時期はここ緑で綺麗けど、また桜のシーズンとか紅葉のシーズンになったらめちゃめちゃ綺麗らしい。鳥が鳴いとるわ。え、絶対また今度来よう。え、今木桜に向かっています。木桜到着。カッパカントリー。この辺り俺が結構動画内で飲んでるビールやな。これ家に一つあるわ。甘ビエ。この顔か。京大早稲田木桜のコラボ。若干高めやけど買ってみようかな、気になるし。これも行こうか。カッパのプロフィール、これ見て。性格、誓いたがる。人間に捕まると今後は決して悪さをしないと誓いたがる。そうなん。お母さんがよう入れてきててん、ここの水を。でも今はなぜかなくなってる。銅像みたいなのが置いてあんねん、こいつと。こっちにもカッパちゃんがいます。小倉山荘到着。ひんやり食感生どら焼き。今日はね、伏見をぶらっとしてきたんですけど、お酒飲めなかったり、あと船が乗れなかったりしたんで、ちょっと不完全燃焼なんで、また来たいと思います。あさっ。